完成ですね。ブンブンジャーロボ GP2 でございます。お疲れ様です。前田です。今日はこちらコンプセット買ってきました。爆上げ戦隊ブンブンジャーのブンブンジャーシリーズガシャポンブンブンカー02でございます。はい、早くもガシャポン版のブンブンカー第2弾、えー、発売されました。えー、ラインナップがですね、全5種類で 1>, 1番、ブンブンパトカー1、2番、ブンブンパトカー2、3番、ブンブン救急車、4番、ブンブンはしご車、5番が、ブンブンレジェンドバス、全開ジャーバージョンということでですね、デラックス版ですでに発売している、ブンブンパトカー1と2に加えまして、立体物としては初めてですね、ブンブン救急車、そして、ブンブンはしご車というですね、なかなか渋いネーミングですね。で、レジェンドバスの今回は、全開ジャーバージョンも、 ついておりますということで、はい、こんな感じになってますので、組み立てていきたいと思います。これが一番、ブンブンパトカー1ですね。もう、ボディは3つのパーツでできてますね。はい、これ多分、ガッチャンコして、これ上からスライドでいいのか先にや,やらなきゃダメなのかあ、やっぱそうですね、スライドで。はい、OK で。で、今回、コンプセットを買って困ったことは、このようにですね、 車輪と下の認識プレートの部分が、えー、このような状況になってしまっているので、どれが、ブンブンパトカー1か、わからないので、プレートの部分だけちょっと、ブンブンチェンジャーに挿して認識するか、デラックス版を見て、えー、調べないといけないという状態ですね。これなんだあ、これ 2? <laughs> と、こういうことになるわけですよ。頑張って組み立てます。 ブンブンパトカー2は4つのパーツに分割ですね。今回もですね、触眼版とか、この間のガシャポン版と同様にですね、えー、一発変形ギミックはありませんので、あくまでブンブンカーの形を、えー、している、まあ、状態ということですね。これをやって挟むのかな。このように。 挟んであげてで、さっきのこれですね「ブンブンパトカー2」の下の部分を、はい、はめてあげれば完成ですねうんはいこれは何これだけ刺すのってうん遊びづらいねおお救急車,救急車これ救急車だよねうん これを、えー、組み立てて、はい。で、さっきの救急車の土台をつけると。はい、できた。うん。軽い。<laughs> 下から作るっていう、うん、事態に陥ってますが、これは何、うん、もうちょっとデラックス版見比べるのめんどくさいので、これでやっちゃいましょうかね。 あ、これがパトカー1でしたね。じゃ、これも。もう全部この組み立て方は共通かな土台を、えー、合体 ?2 つになってるので合体させてパチパチとタイヤをはめまして。で、さっきのパトカー1の土台。はい。できましたね。真っ黒ですね。はい。あと2つ。これは 何でしょうか音声認識5 5こっちか。ししお、はしご車。はしるー車って聞こえた。後でちょっとちゃんと音声聞きましょうかね。これがはしご車かな。ブルーのボディですね。はしご車はですね、このはしごの造形があるので、えー、このように隙間が あって表現されてますね。面白いですね。ちょっと今までの分文化とは少し違った感じで、うん。ちょっとだけ組み立てが楽しいですね。はい。このようにパーツが四分割されてるので、これで一個になることで。あーすごいね。こういう風に、はしご車ですね。まあ稼働はないんですけどで、さっきのプレートをくっつけて、はい。パチパチと。 はい。くっつければ、はしご車も完成。青いね。じゃ、残りの1個は、これはレジェンドの、え、ゼンカイジャー。で、決まりですね。ゼンカイジャーのバス、なんか綺麗ですね。乳白色。うん、なんて言うんだろう。ホワイトとはまたちょっと違う色味で、綺麗ですね。はい。じゃ、あ組み立てが終わりますので、シールを。 ガンガン貼っていきましょうかね。よし組み立てが終わりましたので、あとはシールですね。貼っていきましょう。ブンブンパトカー1のシールは、こんな感じですね。シールを貼ると。ブンブンパトカー2のシール。貼りますと。 ブンブン救急車のシール貼りますと、ブンブンはしご車のシール貼りますと、5番、ブンブンレジェンドバス全開ーバージョンのシールを貼りますと、はい、組み立てとシールが完了いたしました。1番がブンブンパトカー1。このように、はい、色分けはシールですね。 うん、なんかぱっと見デラックス版に見えますねっていうぐらい字が <laughs> 自,自賛ですけどうまくシールが貼れたなと思いますねただやっぱデラックス版よりも軽いですねで音声ははいもうご存知ですけど鳴らしときましょうかね一応はいデラックス版と同じ音ですね という音声遊びを楽しむことができますブンブンブースター降りす続きまして二番ブンブンパトカー2でございますこれはシールが少なかったので春の楽でしたねこことこのパトランプの部分とランプの部分 結構シールを貼ってて気づきましたけど、デラックス版も意外と色分け少ないんだなということですね。で、これも、はい、音。デラックス版と同じですけど、鳴らしましょう。ブンブンチェンジャー。 はい。続いて3番。ブンブン救急車。こちらはデラックス版では発売していないアイテムなので楽しみですね。シールは、まあ、こんな感じでえ。貼るのがですね、説明書さすがに見ました。なんか失敗しそうだったので。はい。なんとかうまく貼れましたね。ブンブン救急車。はい。行きますね。音声。あ、サイレンの音はパトカー1、2と一緒なんですね。 はい。という感じですね。割と、さっぱりめでございます。ブンブン、えーブースターの方はいかがですかね。レスキューめっちゃいいじゃないですか、こっち。レスキューおーんおなんか消防車の音にも聞こえますけどね。へえこういう音が鳴るんですね。レスキュー。 おお。ちょっとこのまま行きましょうか。ブンブン、えー、はしご車4番ですね。このようになっております。ここがもうまるっとシールで、色分けですね。はい。まあ、ガシャポンアイテムで致し方なしといったところでしょうか。ブルーのボディに、え、黒いシール、窓ですね。で、車輪も黒と。じゃ、こっち。これはどうですか行きます。 一緒。<laughs> ブンブン救急車と一緒の音ですね、えー、はいじゃあブンブンチェンジャーはセットします「走しる走る車って聞こえませんはしご車ですよね。え ブンブン、ハシゴーシャって言ってるのかなうん。ちょっと僕、ハシルーシャに聞こえますけど、皆さん、どうですか最後にもう一回。ブンブン、ハシゴーシャハシゴーシャうん。ゴ <laughs> ーって伸ばすっていうのが、面白いですね。で、最後が、はい、えー、こちらですね。レジェンド、バス。ブンブンレジェンドバスの全カイジャーバージョンでございます。いや、なんかもう懐かしいっすね。全カイジャーってもう、4つ前。 ですかいや、前の事務所でゼンカイザの動画、あ、ゼンジャーの動画、うん、ずっと撮ってましたけど、もう本当に時が経つのは早いですね。あの時僕はまだ30代だったのか <laughs>。えー、ゼンカイオージュラガオーンが乗ってまして、ゼンカイジャーのロゴですね。はい。基本的には他のレジェンド戦隊バストですね。同じですね。はい。5人のゼンカイジャーたちが乗っておりますね。はい。じゃあ、音鳴らしましょうか。 いきます。うわ、懐かしい。ギアトリンガーの音。ギアトリンガー、トゥ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 。いや、懐かしいですね。ああ、なんかこういうちょっと懐かしい気持ちに浸れる浸れるのが <laughs>、レジェンドバスのいいところか。 確かにゼンカイジャーが放送終了して再現取り終わってからほとんどゼンカイジャーのおもちゃで遊んでない気がしますね。1話目の、ブンブンジャーの1話目のウェディングドレス車ーを通回用でやりましたけどね。はい、レジェンドバスに関してはブンブンブースターもブンブンチェンジャーも同じ音ですね。はい、ということで。 じゃあ、この辺を使って遊ぶとして、デラックス版のブンブンパトカー1と2を使って、ブンブンジャーロボポリスにしながらと思ったんですけど、それだとこのガシャポン版を買ってる意味がなくなっちゃうのでやめときますね。まあもう、オーソドックスに腕につけて、でまあ足よりもやっぱり肩の方がいいかな。 消防車消防車じゃない、えー、救急車とはしご車でしょうん。で、これいつも余っちゃうのでまあこのようにまた顔につけときましょうかね。はい、このようにして完成ですね。ブンブンジャーロボ GP2 でございまーす。はい。まあ、この遊び方もう飽きてきたよね、皆さん。<laughs> でもしょうがないですね。変形ができないんで。ブンブンジャーロボに合体させて、このように遊ぶこともできます。はい。てなわけで、ガシャポンブンブンカー02で遊んでみました。いかがだったでしょうかえー、今ですね、ちょうど、はい、あのー、改造隊長、キャノンボールの役はですね、 スーパーゼンカイザーにやっていただいておりますので、まあ、こんな感じで持たせてみました。そして、ここにですね、このように、特装戦隊デカレンジャーの梅子を配置することで、うん、わかる方はわかりますよね。第1話ですよね、デカレンジャーの。バスをですね、このように、はい、持ち上げるですね、アリエナイザーアリエナイザーでしたっけあれ出てきますよね、うん。 名前忘れちゃったな。という感じで、はい。謎の遊びも展開することができますので、ブンブンパトカー1とブンブンパトカー2のですね、デラックス版を買ってない方、でもブンブンチェンジャーとか、ブンブンブースター持ってる方はですね、これで音声遊びが できますし、デラックス版では発売されてない、えー、救急車とはしご車、プラス、えー、レジェンド戦隊のバスですね。集めている方、えー、この段回してみてはいかがでしょうかということでお疲れ様でした。前田でした。お風呂入ろう。よろしくお願いします。前田でした。